仙台市交通局霞の名営業所は、宮城県仙台市若林区霞町九の一にある仙台市交通局自動車部の営業所。校内は営業所庁舎と整備工場、給油施設、洗浄施設、車庫、バス停留所を設置する。営業所イラストマークは立つ。管理下にある出張所は、現在ないが、かつて置いていた拠点として、岡田出張所と新寺出張所があり、 加えて、営業所と同一敷地内に、霞の名営業処分室があった。出張所開設前は、広瀬2、定前寺通り、長町の三所体制だったが、仙台市東南部の路線拡大に伴い、陸上自衛隊霞目飛行場近くに用地を取得して、車庫として発足した後、営業所となった。仙台市東部の若林区山和町、卸町、園軒塚。 霞の目、沖野と名取市ゆり上げ方面を事業範囲としている。かつては、北山、四平町循環、エアポートリムジンバスも運行していた。配置車両は主に、日野と、伊須津、東仙台営業所と同様天然ガススタンドが、近く、CNG バスも配置されている。また、市営バス唯一の日野 HIMR も一台、配置されていた。路線拡大に伴い、 1994年3月28日に、岡田出張所を開設して管理下に置いている。同時に、南仙台営業所が、長町営業所の出張所へ降格に伴い、ゆり上げ出張所を閉所まで管理下に置いていた。2011年3月11日、岡田出張所が、東日本大震災での津波被害に遭い、出張所として機能できなくなったため、一時閉鎖となった。 これに伴い、岡田出張所の機能を担うため、岡田出張所の契約の残期間を受け持つ形で、ニーデラ出張所を10ヶ月ぶりに宮城交通へ委託して、ニーデラ出張所の管理を長町営業所から当初へ移動している。2013年4月からは、岡田出張所の事務機能を、ニーデラ出張所へ正式に暫定移転する。また、 仙台市 A バスの委託範囲を拡大するために、2015年12月6日の仙台市地下鉄東西線開通と同時に、東営業所の運行業務を全面的に宮城交通へ委託する。また、ニーデラ出張所及び霞の目分室を2013年より正式に委託化し、そこから5年間の委託契約としている。2013年時点でバスに貼られた。 霞のステッカーの色が従来通りの紫の車両が自前の運用、黒の車両が宮城交通への運転業務委託車両となっていたが、霞の名営業所本体が宮城交通委託となってからは、旧分室の黒のステッカーに統一されている。2015年12月6日の全面委託に伴い、霞の名営業所分室とニーデラ出張所を統合。ニーデラは駐車場に格下げ、 川内営業所と共感。東日本大震災による被災のため中野新町加盟館、運休、6号公園住宅前まで運行。2015年12月6日に、6号公園住宅前を正式に終点とし、うちの区間のバス停を廃止。2016年10月1日、6号公園仮設住宅の廃止に伴い、帰終点を中野新町に変更。 2015年12月6日のダイヤ改正で多くの路線が地下鉄東西線の駅発着に変更された。市営バス霞の名営業所前バス停は仙台市営バスの停留所である。営業所庁舎に隣接して乗り場があり、待合室、定期券窓口も併設されている。ありがとうございます。